そう、高校生っぽい男の子がこの別荘に。そいつお前のいとこって、ちょっとそれどういうこと？だからそういう大事なことは前もって言っておくべきでしょ。うん、おじさんの奥さんの妹の。ああ、もういい、言い訳なんて聞きたくない。とにかく私は嫌だからね。もう切る。それじゃ。まさか同居人が来るだなんて。おじさんったら何も言わないんだから。謝ってどうすんのよ。何か変わるわけ？出てってくれたりするの？おじさんに聞いたらどうやら本当らしいけど、どうして一つ屋根の下にあんたみたいな。名前なんていうの？見てたでしょ？聞く前に電話切っちゃったんだから。頭に血が上っちゃって。ほら、名を名乗れ、このヤバい男。誰それ知らない。あんた本当に私のいとこ？何、喧嘩売る気？なんかおじさんの奥さんの愛人の妾だなんだって言ってたから、遠い親戚ってことなのかもしれないけど。何よその反抗的な態度。10年前？あ、なんかそんなことあったかも。おじいちゃんが亡くなった時に。
そんな記憶ちょっとある。いたかも。それが私だっての？あんたマジでぶっ飛ばすよ。すぐ謝るんだね。くすのせ前に。私の名前まだ言ってなかったから。くすのせ真由美だよ。ちゃんづけやめて、気持ち悪いから。ちゃんづけやめて、ちゃんづけやめ、ちゃんづけ、ちゃんづけやめて、気持ち悪いから。見果て高校に転校してきたって言ってたよね。学年は？
マジか、私と同じじゃん。よろしくじゃないでしょう。慣れ慣れしくしないでくれる？だからちゃん付けやめて。まゆみでいいから。で、学校にはいつから行くわけ？一緒になんて行かないからね。そこ期待しないように。まさか男の部屋で目を覚ますとは。クスの狭い身ともあろうものが。友達の誕生パーティーでちょっと酔っ払っちゃって。ないでしょ。騙されてさ。あれなんていうの、ウイスキーボンボンって言うんだっけ。お酒入りのチョコを食べさせられて。私めちゃめちゃ弱いんだ。頑張って家に着いたところまでは覚えてるんだけど、そこから先の記憶がない。一つ丸々。だから何度も言わせないでよ。弱いの、私ウイスキーボンボン弱いの。なかったら部屋を間違えたりなんか。あんた寝てる間に私に変なことしてないよね。追い出すわけにもいかないみたいだし、今日からルール決めて暮らしてもらうから、それでいいね。階段上がって右奥が私の部屋。離れてるから大丈夫だと思うけど、部屋には鍵がないから用があったらノックすること。オッケー。私と一緒に住んでることは学校のみんなには内緒にすること。余計な勘繰りされたくないから。オッケー。は掃除ね。平日はあんた、休日は私。オッケー。もう男のくせに細かいな。そんなんじゃ女の子にモテないぞ。ん？新入り。そうと決まったらさっさと部屋の掃除に取り掛かる。ほらそこ、お菓子の袋が散乱してる。それじゃ私はもう一眠りするかな。あとよろしく。
って英語の小テストだっけ？すっかり忘れてたよ。私も直前に単語帳見ればいけるかな。カオリンがなんか新しいクラブを作ったって話聞いたか？まだ正式な部活動じゃないみたいなんだけど。民族学研究会とか言ってたか？あの先生と一緒にいられるだけで得だよな。どんな活動するのか知らねえけど。はい、おはよう。気持ちのいい朝ね。山城先生、転校生が来るって本当ですか？あら、耳が早いわね。どこから聞いたのかしら？さっき職員室の前に真新しい制服の男の子がいたって女子の間ではもう噂になってますよ。そうそう、それにカオリンじゃなくて山城先生と話してたって。あなたたちの噂はネットより早いわね。その通りよ。ならば前段の話ははしょっていいわね。それじゃあ早速紹介しましょうか。入りなさい。今日からこの2の A に転入する。わからないことが多いと思うから、学校だけじゃなく、この町のこともいろいろと教えてあげてください。それじゃあ、君、
一言どうぞ。質問。どうしてこんな田舎町にやってきたんですか？家庭の事情に決まってるでしょ。それじゃあなたの席は窓際の。ちょっとカオリン、そりゃ冷たいわ。ちょうど今わめいてる男の子の隣よ。ここなの？あ、そう。おい転校生くん、ここだって。ここ。なあ転校生、お前このクラスで超ラッキーじゃね？だってカオリンはこの三果て高校の超絶マドンナだからね。見ろよあの美貌。一緒の空気吸ってるだけで、なんていうの、この男の欲望を浄化していくっていうの。ちょっとアサギ、超うるさいんだけど。いやらしい、不潔。なんだよ、コミュニケーションだろ。転校生にいろいろ教えてやってんだろうが。ったく。あ、俺浅木健介ってんだ、よろしくな。アサギくん、おしゃべりはそこまでよ。授業に入ってもいいかしら。いらんございません。
それじゃあ教科書の49ページを開いて。先週の続き、古墳文化において重要とされる自然信仰と御霊信仰の結びつきは。そう、正式な名称は民族学研究会。来年の正式発足に向けて、あの山城かおりんが何名かの生徒に声かけて進めてるんだ。それがさ、どんな活動するのか誰もよく分かってねえんだよ。この世界の謎を解くみたいな噂もあってさ。まるでミステリー研究会。そういうこと。カーリンは日本史の先生なんだけど、専門は民族学らしいんだ。民族学って俺全然知らねえんだけどさ。そうなんだよ。
まあ俺ら男子からしたらカオリンのポンキュッポンは魅力的なわけで、普通に募集したら入部希望者が殺到しちまうからじゃねえの。それにほら今やあの人時の人だからさ。あれお前知らねえの、カオリンが去年書いた本バカ売れしたんだぜ。ワールドエンドっつって、この見果て町の読み人伝説をモチーフにした電気小説な。発売してもうすぐ1年近く経つけど、映画化の話なんかも進んでるって噂だぜ。ま、そんなこんなでカオリン人気は急上昇。この俺すら入れてくれないくらいだからさ。いや当たり前っしょ、カオリンが顧問の部活ができるならどんな手を使ってでも入るでしょ。お願いしたよ入れてくれってさ。そしたら入りたいならレポートを書けって言われてさ、俺この熱き思いを原稿用紙にドーンとぶつけたからな。それなのにこの俺を落とすなんてカオリン、もうじらすのが上手だよな。それとミスケンに入りたかった理由はもう一つあるんだ。というのも、ミスケンに選ばれた部員はこの格好でもずば抜けて美女揃いなのである。ミスケンに選ばれた部員はこの格好でもずば抜けて美女揃いなのである。まあそれぞれ性格的にはいろいろと問題はあるんだけど、あーいやいや何でもない。ということで俺がお前の入部活動を手伝ってやろう。ほら行くぞー。ああそうだろうな、さあこっちだ。いいんだって黙ってついてくれば。だ、俺がお前に便乗して一緒に入部できねえかなとか、そういう下心はないから安心しろ。ほら、ここな。ミスケンの部室は社会科室の横の部屋を使ってんだ。おい、マジか。まさか帰宅部を気取るつもりか。親友として一言言わせてくれ。
17歳、人生最強説って知ってるか？よし、じゃあ説明すると長いから話をはしょる。まあそういうわけで、お前は今人生最強である17歳を迎えている。その人生最強の17歳であるお前が帰宅部などという不毛な決断をしては絶対にならない。以上だ。わかったなら一度見学してみろ。話はそれからだ。行くぞ相棒。私の部に興味を持ってくれたのかしら。迷える転校生くん。カオリン。初日から部活巡りだなんて感心ね。最近は帰宅部を選ぶ子も多いのに。そうなんすよ、カオリン。こいつ、民族学を学んでみたいなんて目をキラッキラさせちゃって。他のクラブには興味ない。俺をミスケンに連れて行け。なんて強引に腕を引っ張られて、そして仕方なくここにいる次第で。そんな風には見えないけど。ああ、こいつ人見知りなんで。な、そうだよな、な。分かってると思うけど、民族学研究会はまだ部活動として正式に発足はしていないの。あくまで私個人の活動よ。だから部員の募集もしていないの。来年の正式な活動開始に備えて 1,2 年の中から何人か私の方から声をかけた程度よ。わかってますって。活動内容はまあいろいろね。この世界の謎を民族学をベースに研究をしていくって言えばわかりやすいかな。な、ミステリー研究会だろ。ミステリー研究会だと遊びのサークルみたいでしょ。学校の許可も下りにくいし。なので民族学研究会、略してミスケン。略称なんか何でもいいわよ。まあとにかく部員を増やすつもりはないんだけど。転校生くん、もしあなたに興味があるのなら特別に入部申請をしてあげましょうか。かー、マジかよ。入部チャンス本当に来たー。私はね、あなたにちょっとだけ興味があるの。
私の専攻は日本民族学よ。っていうと、とても難しそうに聞こえるけど、そうじゃないの。この小さな島国で日本人がどんな価値観でその命を全うしてきたか、それを追いかけ理解し、今の自分の生き様に重ねるの。いやー、カオリン、わかるわ。よくわからないけどわかるわ。そうね、もっと簡単に言うならば、死というものを見つめる作業とでも言っておこうかしら。この御果て帳には読み人伝説というものがあってね、死した者がまたこの世に現れる、そんな言い伝えがどうして生まれたのか。人は死から目をそらしてはいけない、そんな思いがこの伝承には込められている気が私にはするの。もしあなたが私のクラブに興味があるなら、論文を書いて持ってきなさい。枚数は自由。わかりました。明日にでも書いて持ってまいります。アサギ君、あなたの論文はこの前読んだわよ。なかなかの対策で感心したけど、あれ、残念ながら論文とは言わないわね。ああいうラブレターは私じゃなくて、クラスの女子にでも書いてあげなさい。この思い届かなかったか。あれはテーマが合わなかったんだよな。テーマね。じゃあ今回のテーマは、うん、あなたが何でできているのか。そうね、転校生くん、あなたが何でできているのか、それが知りたいわ。もう部員は増やさないはずでは。ミウさん、教室から資料持ってきてくれた？はい。君、彼女とはもう話したのかしら？同じクラスの天野美宇さんよ。
なんか変な空気だな。ミユさん、民族学研究会は私の個人的な活動よ。彼が部員になるかならないかは私が決めるわ。その前に彼にその気があるかどうかだけど。それじゃあ転校生くん、楽しみに待ってるわ。